はい、ザーゲームチャンネルのハルケジキューでーす。今日ご紹介する、ね、アイテムは、こちらですね、サマラですね、先日ですね、2019年の9月にですね、キックスターターから届きましたので、早速今日はこのゲームをご紹介していきたいと思います。はい、サマラですね、まあ、クアリー社から出ているですね、まあ、2人から5人用のですね、まあ、ワーカープレイスメントっていうんですかね、まあ、ちょっと変なね、変わった形のですね、まあ、ワーカーをですね、置いていくタイプのゲームなんですけど、私このクアリー社のゲーム、あんまり実は詳しくないですね。ちょっと手元の方で見てみたんですけど、あんまり手元に持っていなくてですね、ちょっと私としてはあんまり詳しくない会社さんなんですけど、まあ、たまたまね、キックスターターちょっと面白そうだったので、ちょっと手にしてみました。まあ、早速ね、中身の方をご紹介していきたいと思います。はい、サマラですね、ざっくりセットアップしていました。まあ、サマラなかなかね、まあ、微妙なですね、テーマになっていまして、自分の方はですね、まあ、ある親方になっていて、まあ、こういうボードをもらっているんですね。これすみません、私自分の方で日本語化したんですけども、まあ、なんていうんですかね、大工さんっぽいキャラクターなんですけど、まあ、親方っていう自分キャラクターになってるんですけど、この親方のボードになって、ここのところに置くものがあるんですけど、まあ、ここにね、まあ、家建てるスキル、ここノコギリとかね、コテ、左官さんですね、とか、ここガラスですね。まあ、ガラスもできないとダメらしいんですけど、こういうスキルが6種類あって、まあ、このスキルを最初手に入れていくんですね。で、これ手に入れたら、こっちのボード上の方に30枚、こういう建物タイルが置かれているので、この建物を建てるために、この下にね、こういったノコギリが2つ技術と、コテが2つと、ガラスの技術が1個あれば、これ建てられますよ。これ全然コストかからなくて、まあ自分に腕さえあればいいっていうゲームなので、最初にこのスキルね、まあこの中に、これ実は、私すみません、これ拡張セットも入ってるんでちょっと多いんですけど、拡張セットはこのタイルがね、ちょっと10枚ぐらいかな、入ったセットがあるんで、私も混ぜちゃったんですけど、もともと36枚あって、そこから30枚ここはランダムで置いているんですけど、まあそれぞれに、まあこういったコストが書いているので、まあどういうスキルがあれば、この家が建てられますよっていうのがあるんで、まあこれを建築していくっていきますね。これを建築していくと、ここのところに書いてるのが、まあ勝利点ですね、まあ、名誉点になってます。いわゆる VP なので、こいつの合計を争いましょうっていうのがこのゲームなんですね。よくあるタイプの、まあお金を手に入れるとか、まあそういうの全くなくて、もう腕一本でやっていくっていう設定なので、自分のとこの、ここのとこにスキルですね。スキルをなんとか手に入れて、それをまあ第一段階というか、まあ前半ですよね。スキルを手に入れて終わったら、あとはもう家を建てていくだけと。ここから、まあこの家タイルをね、まあ、ガンガンと取っていって、置いていくと。で、これも積んでいくわけですけど、で、ここが全部なくなったらね、まあもうちょい他の重量条件もあります。まあ全員パスしたら終わっちゃうんですけど、まあそうか、ここのタイル全部なくなったらゲーム終わりで、ここに積んでる名誉点の合計がお人勝ちというのが基本的なシステムになってるんですね。で、最初に言いましたとおり、ちょっとこのゲーム変わってるんですね。何が変わってるかっていうと、このスキルを入手するのも、この建物を建てるのも、全部まあワーカープレイスメントと言いましたけど、ワーカーでやるんですね。で、ここね、なんかチラッと見えてると思いますけど、これ自分のワーカー群なんですね。これ今、黄色、赤、緑の3人のプレイヤーもいるというもとにここ今セットアップしてるんですけど、まあ、ボードの近い方からプレイしていくんで、黄色、赤、緑、緑、赤、黄色っていう順になっていて、まあこれ1個ずつプレイしていきますと。で、ワーカープレイスメントなんですけど、プレイする場所がここなんですね。これカレンダーになってて、まあこの動画公開されてるのは今2015年の10月予定なので、今この10月の列が、ここの Now って書いてる列があって、ここから今仕事しますよっていうことになってるんですね。こいつらをこっちに向かって、ここ11月12月来年の1月2月3月となってるんですけど、こっちに向かって歩かしていく、まあ仕事していくんですけど、こういういわゆるですね、コンピューター業界でいう何人月働きますよっていうような仕掛けでこのゲーム進んでいきます。具体的にどうなってるかっていうと、時々こういうところにね、建物の上にこういう道具のさっきのスキル、これだったらノコギリのスキルが落ちてるんですけど、両方ある時には下の建物建てるか、こういうスキルをもらうかって選べるんですけど、例えばここが欲しいですというふうになると、一番下の列ね、ここ1人キャラクター変えて、ここ2人キャラクター変えて、この上に3人4人っていう列が2枚あるんですけど、ここ1人がいいんですね。1人が1ヶ月2ヶ月3ヶ月働くとこのスキルが身につくよっていうことを意味してるんで、自分のキャラクターが1ヶ月2ヶ月3ヶ月とここまでいけばこれもらえるんですね。ただこんだけなんですね。もらったら自分のここに置いとくと。で、全部先着1名様なので、この人がここでノコギリのスキルを学んでしまったら、もうここなくなっちゃうんですね。で、じゃあしょうがないので、ノコギリが欲しいなと思ったら、例えば、まあこの辺たくさんありますけど、例えばここね、ここ、これね、これが手にしたいなと思ったら、同じ3ヶ月先なんですけど、ここキャラクターが3人いないとダメなんですね。3人いないとダメなので、次の赤のキャラクターは、これ1人分なんですね。1人。で、この2人スタックしてるやつあるんですけど、これキャラクターとしては、1人なんですけど、馬力が 2倍馬力があるっていう人なんですね。で、この2人連れて行って、後ろのやつも持てていいので、こう、2人で3人力を
3ヶ月間頑張りますと。要はまあ欲しい列までキャラクター持っていって、こう何列目かって指定されたところまでの労働力を持っていけばいい。そうするとここのところに3ヶ月来て3労働力持ってきたので、この列の1、2、3の3人月分のこれがもらえるというと、今度赤の人が自分の親方シートっていうところに置くと。これで赤のキャラクターもノコギリの能力が身についたという形になるんですね。なんでまあこれを進めていくだけなんですね。なんで緑のプレイヤーの人はじゃあもうずーっと先のいてここにもノコギリがあるんで、こう次の緑の番なんですね。これこっちのボードの空いてる方から行くので、じゃあこっからここ 1,2,3,4 5ヶ月も先まで行ったらノコギリがあるっていうので、じゃあこのノコギリもらいますと。2人残ってるのでこの2人を2ヶ月進めて、じゃあここにガラスは AB って2つあって、これ A なんですけど A からしか学べないので、まあじゃあガラスもらいますよ。2人で2ヶ月進んで2人分働いたのでこれを学びましたと。じゃあガラスも身につけましたと。じゃあ黄色の人の順番が最後回ってきたので、じゃあ黄色のやつどうしようかなっていう話になると、じゃあ黄色も進めて、よいしょよいしょと、よいしょよいしょと、じゃあ4ヶ月進めて、こうすると黄色ここまで来るんですけど、まあこの2人分でも1人分でも別に構わないので、じゃあ1人分の方にさっきのガラスの A が残ったので、じゃあ A をもらいますと。こんな感じで進めていくんですね。なんかこれ奇妙なんですね。こう先に進むと最初のとこ全員並んでたんですけど、次全員ね、当然ここみんなの欲望があるんで、そう進んだ距離が違うのでバラバラにこう今置かれてるわけですね。で今 Now って書かれてる列に誰も人がいなくなったんで、こうずれるんですね。ぐる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 ってこうずれると。ずれるとまあここになおのところに今度緑のキャラクターが残っているので、じゃあ緑のキャラクターの人だけのプレイの順番が来るんで、じゃあこの人もじゃあ 1,2,3,4 ここまで行って2ヶ月分なんで、じゃあさっき A を身につけたら今度 B をもらいますって。でもガラスの AB 取って終わるんですね。ガラスの AB 取って終わって、じゃあここのディセンバー誰もなくなったので、ズル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 っつったら1月が来るんですね。そうしたら前のタイルが空っぽになっちゃうんですね。空っぽになっちゃうので、こう翌年の方のね、次の下半期の方に繋がっていく。だからこれがずーっとこうずーっとこうずれていくんですね。だん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 こっち詰まっていって、空っぽになったらまた次の半年がこっちに来るというのを繰り返していくんですね。でこうなるとこの辺りがずーっと遠いんですよね。だからこの辺りが常に近いゾーンなので、ゲームの序盤はこの辺りみんなちょこ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 行ってるんですけど、だんだんこの辺りなくなってくるわけですね。なくなってきて、この後ろの方の月が非常に遠いんですよ。だから前の方まで飛んでしまったらなかなか自分の手番が回ってこないので、まあ、いつ奥の方まで行って、まあ、しばらく待ってるかと。まあ実際これ手番ね結構来るの早いんですけど、さっきここだともう黄色赤赤ってやったらもうプレイ終わるので、その次黄色次緑とかなってくるので、まあ手番がねどん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 回ってくるゲームなので、手番の待ち時間は比較的短いんですけども、このワーカープレスメントなんてなんかこうやって置きたいような気がするんですけど、ここがずれるといな、これがまたこう進んでいって進んでいって進んでいってなんてするとまたこうずれると。じゃあまた黄色の番なんだけど、黄色がこの隣の列にちょこんっていったら、次緑がプレイして赤がプレイしてまた黄色がプレイしてみたいな、こういうのを繰り返していくんですね。こういうのを繰り返していくっていう、このワーカープレイスメントね、なんかここは非常に面白いなと私思いましたね。で、ゲーム自体はさっき言いましたように、今スキルがどんどん手に入っていけば、そのスキルセット、さっきの緑のキャラクターがノコギリとフイゴフイゴガラスですね、こういう能力を身につけて終わると、まあこういうの取れるわけですけど、もうお気づきかもしれませんけど、この建物タイルにすごく色があるわけですね。赤色だったり青色だったり緑色だったり黒色だったりっていうのがあって、緑の建物はほとんど特殊能力ないんですけど、例えば青の建物を取ると以後すごい VP が手に入るけど、ここの移動に制約がかかるとか、例えば赤い建物を取るとこの余ってるコマがあるんですけど、これをもっと積んでもっと労働力のパワーを上げられるとか、あるいは他人が持ってるスキルを奪わせるとか、ここはもう特殊効果がすごく満載なんですね。でいろいろやってみてましたけど、最初のファーストゲームの時には使わない方がいいよとか一応ルールには書いてありますけど、やっぱ使わないと非常にこう淡白なゲームになってしまうので、淡々と取ってねこういくだけなので、すごいアブストラクトっぽくなってしまうので、この特殊効果は割となんかちょっと派手なので、やっぱ道具失いとか意図あるんですけど、まあそんなに致命的ではないけど、ちょっと油断すると辛いなみたいなぐらいの効果があるので、まあこれを使えば面白いんじゃないかなと思います。本当はね、プレイヤーのね、このキャラクターのところに、私これ完全に日本語化してるんで、ここ全部こう読めるようになってるわけですけど、まあここがね、日本語化されていれば、ここさえ読んでれば、別に効果をじゃあ取れとったらこうなるっていうのはすぐ分かるようになってるので、まあこういうとこ日本語すればね、オブラとかね、ドイツ語だったりするわけですけど、こういうのが日本語になってると割とすぐプレイできるので、この特殊効果というのは使うのは面白いというふうに思います。まあだんだんね、まあプレイしてればね、時期ね、こういう手前の方からどん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 こう歯抜けになっていって、まあ奥の方がね、4人力ないとダメなので、どうにかして駒をね、4つ同時にどうにか
これ2人なんですけど、これが3人力で、これが1人力なので、まあ、4人力同時にこうなんとか動かさないといけないっていうことがあって、そのね、なかなか上の方は取りにくいので、こう下の方からじわじわとなくなっていくってことがあるので、いつこう奥の方へ取りに行くかっていうのをなかなか見定めながらねプレイするゲームとして、なかなかちょっとこういうここのなんですか、ワーカーが置く場所がこうムービングすることによって、この奥の方が常に取りにくいことがなんとなく言いされてる。でもほっとくと手前はだんだんスカスカになってくるんだけどなっていうプレイ感はなかなかなかったので、結構面白いんじゃないかなというふうに思いましたね。弱点としましては、ここが完全にランダムなんですね。ものすごい手前の方にすごい VP が高くてすごい良さそうなやつが、特殊効果でね、ずっとこの進む次数が有利になったりするのがあったりするんで、すごく有利になったりするのが、まあたまたま手に入るかもしれないし、非常にこのスキルがね、すごく変なとこにあって、誰かだけ手に入りにくいっていうのがあったりするかもしれませんということがあるので、まあなかなかちょっと、そこら辺のバランスはまあ若干運によるので、まあいろいろあるかなと思います。まあワンプレイね、交渉40分ぐらいやってるので、まあその時はもうワンプレイすればね、いいんじゃないかなというふうに思ったりしますけども、まあそんなところもあります。あと、若干マニュアルはちょっとわかりにくいので、私も結構間違えて対処しましたので、まあ若干マニュアルの方ね、国内流通が始まったら、ちょっと慎重に読んだ方がいいかなというふうに思います。で、あともう一つこれ、さっき一番最初の方に言いました、これの私拡張セット実は混ざっていて、このところにちょっと小さいプラスマークっていうのがついてるんですけど、これ拡張セットなんですけど、まあ拡張セットの方がやっぱさらに派手になっていて、何にも効果がない、この緑がなくって、この特殊効果のやつばっかり、がこの中で増えてるんですけど、せっかくこの触れてるプレイヤーボード1枚で全部の特殊効果が分かるようになってるんですけど、元々のやつだと拡張セットが入ってしまうとこれだけではちょっと分からなくなってしまうので、まあ自分でね自作でこういったプレイエードをちょっとなんとか作って、まあこのぐらい入ってるわけですけど、こういうプレイエードを作って両方のね自分の親方タイルっていうのと、このまあ新しく追加された拡張セットのタイルっていうのを見ながらここをプレイしないといけないっていうのがあるので、まあちょっとその辺は面倒くさくあるんで、もうちょっとねこの辺の、まあ、拡張セット出すのが分かってればね、もうちょっと何らかね、まあ、裏面に書く余地があるとかね、何らかもうちょっとあればよかったかな、まあちょっと難しいかもしれませんけどね、まあ、何らか余地があったかなというふうには思わなくもないですね。まあ全体通してみますと、ここのワーカーのね動きは非常に変わってると、まあワンゲームは非常に短いこともあるので、直接攻撃、直接っていうか、まあ、こ特定のプレイヤー狙うっていうのはできないんで、まあ自分以外は全員っていう形になっちゃうので、まあ、直接攻撃はその意味ではほとんどないので、このちょっと変わったねサマラっていうゲームで、このグラフィックデザインがね非常にちょっと可愛らしい、全体的にこの可愛らしいねキャラクターのデザインだったり絵柄だったりするので、そういう意味で国内流通が始まっていればね、そのゲーム会とかでは結構重宝される、なかなか面白いゲームなんじゃないかなというふうには思いました。はい、というわけでですね、まあ一風変わったですね、ワーカープレイスメントのですね、サマラをご紹介しました。なかなかね、さっきのね、こう時間軸がこうずれていくっていうところがね、なかなかないですね、変わったタイプのゲームだったので、まあこういうのね、ちょっと試してみるのも面白いんじゃないかと思います。まあワンゲーム比較的、まあ、短いので、ちょっとした隙間の時間にね、遊んでみるのもいいんじゃないかというふうには思いました。はい、というわけでですね、ザ・ゲームチャレンジの春99でした。はい、今回のですね、サマラのレビューいかがでしたでしょうか。まぁ、ちょっとね、ここから余談です。このサマラのですね、中で言いましたけども、ミニ拡張セットのキックスターターで付いてきたやつがね、私付いてたんですね。BGG で調べたら、エクスパンション1っていうのになったので、まぁ、拡張セットのミニ拡張みたいな一発目かなというふうに思ってますけども、レビューの中で言いましたけど、まぁ、建物がね、10種類ぐらい増えたのが入ってて、まぁ、それはそれで混ぜてもまぁいいかなと思ったんですけど、実はこのミニ拡張なので、要は小さい拡張セットが3個入ってて、まぁ、どれか選べよみたいなことになってるんですね。で、他のやつは何があるかと一応ご紹介しておきますと、こういう後ろに X って書いてるタイルがあって、まあプレイの開始時点で、まあこれを2枚ほどみんなにシークレットで配ってますと。で、この中から1枚選んでおくんですけど、例えばこれだと青いタイルを持っていれば、まあ1枚3点になります。プラスね、プラス3点になりますよみたいなのがあったり、まあこれね、スキルを覚えてなければないほどね、スキルを覚えてないスロット1個につき2点になりますよみたいな、まあ黒いのがね、2個だったりっていう、こういうシークレットの目標設定をもらえたりするので、まあこれでもらって、一番最後に追加のボーナスをもらえるってなります。これはね、お持ちの方と入れた方が面白いと思います。これ私使ってみました。要は、どの建物を取るかとかいう指針が最初全くないので、みんな適当に手前から取っていくんですけど、まあ、緑が集めた方がいいなとかね、赤が集めた方がいいなとか、何らかの指針がちょっと持てるので、このミニ拡張は入れても面白いんじゃないかなというふうに思いました。まあ、建物拡張もすでに私入れて混ぜている状態ですけど、まあ、あれはあれでね、ちょっとまあ、なかなか効果が派手になりますけど、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。ただ、若干ちょっと気になるのが、シークレットゴールで緑の建物っていうのはもうそもそも緑取りやすいんでよ、VP 良かったりするので、まあ、追加で1点ずつっていうのは弱いわけですけど、追加で入ってるカードが緑がさっき見ましたら1枚もなかったので、追加を混ぜると結局バネ出せるのは30枚なんで、もともと36枚のうち30枚出すんですけど、追加が入ると46枚中30枚出すので、緑が出てくる割合はもっと少なくなっちゃうので、まあ緑を引いた人はね、ちょっとしょぼくてこれ2枚のうち1個選ぶんで、こっちじゃない方選ぶんじゃないかなという気は
若干だけします。まあ2枚もらえるんでね、どっちか選んでくださいってことだと思います。で最後がこの不思議なコマですね。まあ馬と剣と、これ帽子だそうですけど、プロフェッサーハットとかなってますけど、これがまあ3個あって、もともとあった緑の建物の基本のタイルがあるんですけど、基本の緑の建物のタイルのところにまあこれを置きなさいと。でこれを持つと、っていうのは馬付き労働者になったり、剣を持った労働者になったり、帽子をかぶった労働者になったりするので、その労働者個人にすごい特殊能力がつきますよっていうコマです。でこれまだ使ったことないんですけど、誰がこれ使ってる方いらっしゃったらコメントとかで私教えてほしいんですけど、これのまあ帽子はともかく、この剣と馬は壊れてるんじゃないかなと思ってて、バランスを破壊するんじゃないかなと密かに思って、ちょっと恐ろしくて私まだ使えません。あの剣とかやったら他人のとこに入ったら他人の労働者は全部どけてしまうみたいな効果があったり、馬はあの進める突き数が常に2分の1になるとか書いてあったやつんで、まあちょっと細かいこと書いてますけど、本当かな、それ強すぎるんじゃないかなとちょっと思っていて、いやーちょっとなかなかこれで試すの勇気いるなと思ってる。もしねお試しになった方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄等でお教えてください。まあこの3つのね、建物の追加とシークレットのゴールのボーナスと、この3つのコマっていうのが入ってるのがミニ拡張セットで入っていましたっていうのは、まあ追加のねミニ情報でございました。はい、このねミニのねあの情報のところまで含めまして、ご覧いただきましてありがとうございました。改めましてザーゲームチャンネルの春99でした。ご覧いただきましてありがとうございました。